パサルガダエは、アケメネス朝のキュロス2世によって建設された、当時のペルシャ帝国の首都で、キュロス2世の墓が存在する。今日では、ユネスコの世界遺産に登録されている。古代ギリシア語で、パサルガダエと呼ばれた。パサルガダエはそのラテン語化した形である。古代ペルシア語で何と呼ばれていたかは不明。パサルガダエは、ペルセポリスの北東 87km に位置し、現在のファールス州にある。 パサルガダエはペルシャ帝国の最初の首都であり、紀元前546年にキュロス2世の手によって建設が開始された。しかし、その建設は途上に終わった。というのも、紀元前530年前後の遊牧民は下げたい。との戦争中にキュロス自身が戦死したからである。ダレーオス一世がスーサに戦闘するまでパサルガダエはペルシャ帝国の首都として機能した。 パサルガダエ高校遺跡は1.6平方キロメートルの広さであり、キュロス2世の墓と伝えられる建造物、丘の近くにそびえるタレタフト要塞と2つの王室の庭園から構成される。パサルガダエに残る庭園はイランで最初の4分法に基づいて建設されたペルシャ式庭園である。庭園部分はパサルガダエ高校遺跡とは別に2011年、 ユネスコの世界遺産に登録されたパサルガダエの土木工学における最近の研究ではハカーマニシュアソの技術者は震度7の地震でも耐えうる設計をパサルガダエに施していた今日では免震と呼ぶ方法を用いていたがこの建築方法は原子力施設で今日も多くの国が採用している方法でありまた日本のような巨大地震が頻発する国で用いられている 面震方法である。パサルガダエ高校遺跡で最も重要な部分は、キュロス2世のものと伝えられている墳墓である。6段の階段が墳墓へとつながり、墓室は高さ2.11メートル、幅2.11メートル、奥行き3.17メートルの大きさであり、低くて狭い入り口を持つ。キュロス2世の墳墓という確証は全くないわけだが、ギリシャの歴史学者が、 アレクサンドロス大王がキュロスの墓であると信じていたということを今日に教えてくれている。アレクサンドロスはペルセポリスを破壊した時にキュロス二世の墓を訪問したとされる。二世紀の歴史家であるアリアノスはアレクサンドロスは彼の部下の戦士であるアリストブレスに墳墓の中に入るように命令したと記録した。墓の中には金色のベッド、酒とテーブル、金色の缶オ 高価な宝石が散りばめられた装飾品と墓碑を見つけ出した。現在では、それらの痕跡はない。パサルガダエ高校遺跡の建築様式は、同時代のアナトリアの墳墓と強い結びつきがあるという。特にパサルガダエの墳墓は、リディア王、クロイソスの父であるアリュアッテス2世の墓とほぼ同じである。しかし、多くの人々が、この主張を知りける。 キュロス2世は自らの墓を建設するのに、リディアの墓建築の様式を移入したのではないかと推測する学者もいる。一般にパサルガダエ高校遺跡で発見される芸術作品や建築物はエラム、バビロニア、アシリア、古代エジプトからの洗礼に基づき、かつ、いくらかのアナトリアの影響を受けた形でのペルシャ美術の統合体の一例となっている。 イスラームによるイラン征服時代、アラブ人の軍隊はパサルガダエ皇庫遺跡にたどり着いた際にパサルガダエ皇庫遺跡を破壊する計画を持っていた。当時の墓盛りはアラブ人の軍隊にパサルガダエはキュロス二世を奉じて作られたのではなくソロモン王の母を尊重して作られたとどうにか信じさせることによって破壊を回避した。その結果、母妃は クルアーンの因文にとって変わられ、今日ではソロモン王の母の墓と知られるようになった。水バンドという町に、ちなんで名前を付けられた水バンドダムの問題が重大な関心事となっている。建設計画が持ち上がって10年以上が経過しているにもかかわらず、イラン文化遺産機構は広大な地域での洪水の可能性に関して全く気にしていない。 パサルガダエ高校遺跡とペルセポリスの間に広がる。この地域は多くの高校遺跡が存在し、考古学者は洪水がこれらのユネスコの世界遺産を破壊する可能性を危惧しているが、ダム建設に従事している科学者は、二つの高校遺跡はダムの水位よりも高いところに置かれるように計画してあると主張している。考古学者が広く共有している関心は、 ダム湖によって引き起こされる湿度の増加がもたらす影響である。エネルギー省の大臣はダムの水位をコントロールすることでその問題の解決が可能であると考えている。しかしながら多くの考古学者は湿度が慢性的にパサルガダエ考古遺跡の破壊に大きな影響を与えるだろうということで意見は一致している。2007年4月19日にダムの建設が開始された。 ありがとうございます。